明治元年9月、私たちは仙台に到着した。仙台には三男さん率いる羅刹隊が先行しているはずであったが、羅刹隊からの報告は何もなく、連絡が取れなくなっていた。そんな土方さんのもとへ、旧幕府海軍の榎本武明副総裁が訪ねてきたのは仙台入りして間もなくのことだった。久しぶりだな、土方君。榎本さんもお変わりなく何よりです。新政府軍から8隻も軍艦を奪うとは、勇猛果敢な働きぶりには恐れ入りました。いや、土方君も今までご苦労だった。近藤さんのことは俺も力を及ばずすまなかった。惜しい人を亡くしたもんだぜ。ところで仙台の様子はどうですか？それが実はまだ仙台藩士と話ができていねえんだ。城には何度か足を運んでいるんだが、会談を申し込んでも是非の返答もね。失礼します。それに妙な噂を聞いた。仙台藩にはおかしな部隊が存在しているって言うんだ。おかしな部隊？城下では辻斬りが横行していてな、その犯人たちが城に出入りしているとか。城は不気味なほど静まり返っている。一体何があったのか。榎本さん、辻斬りの件は俺に預けちゃもらえませんか？藩主への働きかけは引き続きお願いします。ああ。辻斬りの件ですけど、もしかして？憶測の段階じゃ何も言えねえよ。はい。が、もし三男さんが辻斬りの首謀者なら、俺があの人を斬ることになるだろうな。土方さんは今出かけてるけど、それよりどうしてたの？連絡が取れないから心配してたんだよ。ごめん、なかなか三男さんのそばから離れられなくて。実は三男さんが新政府軍に寝返ったかもしれない。あの人、仙台城で高堂さんと密会してる。父様がお城にいるの？とにかく土方さんに相談しなきゃと思って、隊を抜け出してきたんだけど。敵の羅刹兵だな。逃げろ千鶴。いや、
その必要はない。久しぶりだな、千鶴。父様。コードさん。くそ、さては俺をつけていたのか。まったく、原田君といい君といい、新選組には困ったものだ。千鶴、今日はお前を迎えに来たのだよ。この羅刹たちさえいれば一族の栄華を取り戻せる。じゃあ本当に父様は羅刹を使って雪村家を再興するつもりなの？もちろんだとも。さあ一緒に行こう、千鶴。いえ、私は父様と一緒には行けない。新選組に長く居すぎたか。やはり毒されてしまったようだな。逃げろ、千鶴。早く！千鶴、大丈夫か？父様、ここは。安心しなさい、仙台城だ。仙台城。平助君は？手荒な真似をして悪かったが、落ち着いて話がしたかったのだ。父様、本家最後の血筋としてお前に鬼の一族を率いてほしい。私はそんなこと望んでいません。父様、どうか考え直して。千鶴、これはお前のためでもあり、カオル君の願いでもあるのだ。カオル。カオル君は最後まで不遇な子だった。あの子がお前に託した思いを受け止めてやってほしい。私は鬼の一族の悲惨な歴史を一日たりとも忘れたことはない。いつか屈辱を晴らしてやると。いいえ、父様、復讐なんて考えないで。そんなことをしたらまた悲しむ人たちが増えるだけよ。父様は私の誇りだった。お医者様としてたくさんの命を救い感謝されてきた。私はそんな父様を尊敬していた。子供の時からずっと。父様は知ってるはずよ、鬼も人間もその命の重さに変わりはないということを。しかし。鬼と人間は仲良く暮らせるはず。私が鬼だと知ってもそれまでと変わらず仲間として接してくれる人たちもいる。だから。失礼してもよろしいでしょうか？入りたまえ。サンナンさん。お久しぶりですね。サンナンさん、これはどういうことなんですか？羅刹の研究を行うため、私は密かに行動さんと協力関係を結んだのです。協力？それは新選組を、土方さんを裏切るということですか？三男さん！千鶴、大丈夫か？平助君。あいつら全部叩っ切るのに多少時間がかかっちまった。妙な城だな。人もいねえし守りも手薄で。土方さん。そろそろ来る頃かと思っていましたよ。説明してもらおう、三男さん。城下の辻斬りはあんたの仕業か？いいえ、暴走する羅刹を斬ったことはありますが、辻斬りは決して。ではなぜ俺たちへの連絡を怠った？そしてなぜ行動さんと一緒にいるんだ？仙台に君が求めるものはありません。奥羽同盟は戦争回避を目論んでいます。
合図の惨敗におじけづいたのでしょう。敵を探るうちに私は行動さんが新政府軍に不満を持っていることを知りました。新政府軍の密命でここに来たが、いい加減人間どもの構想にはうんざりでね。そこで私は彼と手を結び、彼の目指す鬼の王国と我々羅刹隊の共存を目指すことにしたのです。なんだと。そしてこの城に乗り込み、仙台を掌握するに至りました。どうりで城の様子がおかしいわけだ。この国すべての羅刹が今この城に集結しています。新政府軍を確実に打ち倒せるだけの最終兵器になります。さあ手を貸しておくれ千鶴、我々の旗頭にはお前が必要なのだよ。この羅刹たちを使い雪村家を再興しよう。父様、もし考えを変えてもらえないなら私、父様とはもう。どうです土方君、この羅刹たちを率いて共に新政府軍と戦うつもりはありませんか。俺たちの戦に羅刹隊は必要ねえ。では仕方ありません。戦うことしかできない私たち羅刹に戦いの場も残されていないというなら。ここで終わりにしてあげるのがせめてもの情けというものでしょう。平助、分かってるって。 なぜだ三男君。申し訳ありません、新選組の局長命令は絶対なものですから。はなっからこうするつもりだったのか。敵を欺くにはまず味方からと。三男さん、ちょっとカッコつけすぎだって。愚かな、ほとんど戦力を失っている今の新選組でどうやって戦っていくつもりなんだ君たちは。やめてくれ。うわ、危ない。父様しっかり。大丈夫ですか行動さん。すみません、羅刹を新選組に託そうと思ったのですが、それも不可能ならこうするしかありません。私には時間がないのです。改良を重ねても寿命の問題は解決せず、血に狂う衝動も消えてはくれない。この手で幕引きするしかないのです。行動さんも分かっているはずです。羅刹には未来がないことを。やっと終わらせることができる。悪く思うなよ、どの道俺もお前らと同じ運命さ。父様逃げて。千鶴、早く。千鶴、未来がないことは私にも分かっていた。しかしどうしても諦めきれなかった。雪村の
お前の家の再興を。父様。千鶴、お前の気持ちはよくわかった。お前は、お前の信じる道を行きなさい。父様。すまなかった。父らしいことは何一つできず、お前には苦労ばかりかけてしまって。そんなことない。そんなこと。私はずっと父様のことを誇りに思っていました。本当の父様だと思って。父様。新選組は多大な戦力を失ってしまいましたね。今後の戦い勝ち抜けると思いますか？負けるつもりで戦う奴はいねえよ。土方さんは負けず嫌いだからな。私たちは時代のあだ花、羅刹は生み出されてはならないものでした。さて、戻るとするか。平助、三男さん。どうやら限界が来たようですね。寿命ってやつだな。分かっていたのか。ああ。自分の体ですからね。土方君とは互いに反目することもありました。でもあなたのことは認めていましたよ。新選組であなたと共に戦えたことを誇りに思います。ああ、俺もだ、三男さん。土方さん、感謝してるよ。一度は離退した俺をまた受け入れてくれて。俺だけじゃねえ、みんな心配していたさ。お前は若くて単純で熱くなりやすくて。最後に少しは役に立ったかな俺。のんびり生きろよ、土方さん。ああ、あんま信用できねえな。土方さんって短気だしさ。生意気言ってんじゃねえよ。雪村君、あなたをたくさん傷つけましたね。許してください。急がないように。そんな顔するな。笑ってくれ、いつもみたいに。そうそう、それでいい。こうして仙台城は羅刹隊の制圧下から解放された。しかし仙台藩が新政府軍への恭順の姿勢を変えることはなかった。ただ星純太郎率いる学兵隊が新たに加わり、数日後には旧幕府軍の部隊も合流して大使たちは勢いを盛り返した。そこで我々は海峡を渡り蝦夷地へ向かう。他の地で新たな国を作ろう。蝦夷地では今以上の厳しい戦いになるだろう。
お前たちはもう十分戦ってくれた。離隊したい者は止めはしない。我々の命は新選組に預けてあります。来るなと言ってもついていきますよ。このバカ野郎どもが。土方さん。千鶴。はい。お前はここに残れ。え？お前は戦いから離れろ。蝦夷地への同行は許さん。なぜですか？これ以上俺たちに縛られるな。お前はお前の未来を探せ。そして生き延びろ。そんな、土方さん。待ってください。土方さん。これは新選組局長としての命令だ。明治元年10月、土方さんたちは蝦夷地へ向け出航していった。私は守ってもらおうと思ってついてきたわけじゃありません。土方さんのそばにいたくて。私が。千鶴。松前藩は意地でも籠城戦に持ち込む気だな。このままでは拉致が開きません。一気に切り込みましょう。そうせくな。無駄に突っ込めば負傷者を増やすだけだ。しかし極寒のこの地で長期戦となれば野営を強いられている我らは戦わずして負けます。そんなことは分かってるよ。だが無駄に兵力を削ればそれこそ城なんて落とせねえ。たくよく撃ってきやがる。カタツムリみてえだな。はあ、あの城がさ。だが炙り出しようはあるな。大砲が引っ込んでいる間に銃の扱いのうまいやつを20人ばかし門の左右に配備しろ。そして開門と同時に砲手を狙撃。大砲が使えなくなった隙をついて切り込む。わかりました。突撃準備。この機を逃すな。大砲前へ。続け。
この間まで俺たちもあんなだったな。気合だけで薩長の奴らと渡り合おうなんて、奴らから見たらお笑い草だったわけだ。立場が変わってみてようやくわかるなんて遅すぎだな。ですが、これからは我々も近代戦で対抗できます。戦はこれからです。そうだな。だが、むやみに切り込んで死に急ぐような真似はするなよ。はい。ああ、いつも関心じゃな。今日も墓参りかの。お世話になっています。明治元年11月、蝦夷地を治めていた松前藩主たちが逃げ去った後、函館の西方にある江差海岸に無血上陸した旧幕府軍は、わずかな気の緩みと厳しい蝦夷地の自然の前に、機関海洋と輸送船新速丸を座礁沈没させてしまった。土方さんたちはこうして唯一新政府軍に勝っていた海上戦力の要を失ってしまった。すまん。海洋と新速丸を失ったことはこの榎本の責任だ。もうそれぐらいで頭を上げてください。榎本さん、失っちまったものはしょうがねえ。それよりこれからどう戦に備えるかですよ。幸い座礁した位置が沿岸に近かったおかげで、沈む前に大砲や物資も随分陸揚げできたしね。榎本さんには6を失った。我ら徳川家臣団の蝦夷開拓許可を新政府に認めさせる政治交渉が残っている。落ち込んでいる暇はないですよ。誠にその通り。まずはすまないが、少し席を外す。自主自立した上で帝にその意を伝え、交渉に臨むべきだ。置いておきますね。土方君、大丈夫かい？大鳥さんか。なんだ。急に退出していったから具合でも悪いのかと思ってね。大丈夫だ。少し疲れてたんで、ちょっと横になっているところだ。このところ君は働き詰めだったからね。無理をしないで休みたまえ。榎本さんには僕から伝えておくよ。すまねえな。風間さん、高堂は死んだようだな。鬼の道を踏み外した者の末路か。そういえばあいつは貴様を守ると言っていたが、結局は裏切り置き去りか。違います。土方さんはそんな人じゃありません。私は、土方さんは私のことを思って。本当か？お前はお前の未来を探せ、そして生き延びろ。だから人間など信用するなと言ったのだ。私は
守ってもらおうと思ってついてきたわけじゃありません。土方さんのそばにいたくて私が離れなかっただけです。認めてもらえなくたって、私が土方さんのそばにいられればそれだけで。哀れな女だな。まだ土方さんと戦うつもりなんですか？これ以上奴に関わると俺も鬼の道を踏み外すことになるらしい。それじゃあ捨てられた女鬼が何を喜んでいる。お前を見ていると哀れを通り越して滑稽だな。鬼は誓いを守る。奴とは決着をつける。そう誓ったのだ。明治元年12月15日、函館の町では蝦夷共和国樹立の祝典が催され、この国で初めてとなる入れ札による政府首脳部の選出が行われた。その選挙で土方さんは陸軍奉行並みの要職を任せられることとなり、彼の双肩にかかる負担はさらに重いものとなっていった。どうしたんだい土方君。榎本さんはいい政治家だ。あの人ならこの共和国を形にできるかもしれねえ。そうだね。そのためには政界権の維持が命題だ。薩長軍の脅威から我々を守ってくれているあの海峡の支守、それができるかどうかが僕らの未来を決める。雪村さん。和尚様。あんたに文じゃ。大鳥さん。行きなさるか。はい。まだ私を必要としてくれる人が蝦夷の地にいます。そうか。命を大切に。死に急ぎなさるなよ。はい、お世話になりました。うん、達者でな。今は忙しい。後にしろ。失礼します。雪村千鶴、本日付で大鳥陸軍奉行から辞令をいただき、土方陸軍奉行並みの故障好きに配属されました。こちらは辞令です。持って帰れ。辞令は認めねえ。わかりました。何してんだお前。受け取っていただかなくても構いません。私は自分の意思でここに来ました。土方さんのそばに置いてほしいんです。七に部下を送り込む指揮官が女をはべらせちゃいられねえだろうが。おっしゃりたいことはそれだけですか？ん？土方さんはいつもそうです。一人で苦労を背負い込んで自分ばかり辛い思いをして。それが俺の役割だ。俺にできる問題なら俺が苦労すればいい。そんな土方さんだから皆さんも心配されているんです。私一人のわがままなら追いかけられませんでした。でもみんなから託されたものがあるんです。新選組の一員として私は少しでもそれに応えないといけないんです。参ったな。
これだから江戸の女には逆らえねえんだよ。お前が俺の元を離れてから分かったことがある。お前が俺のそばからいなくなると一人で立つことさえ辛く感じられた。俺はお前に救われていたんだろう。辛いことも苦しいこともこれからは私に分けてください。一人で抱え込まずに頼ってください。そばにいてくれ。新政府軍の新鋭艦鋼鉄を機関とした船団8隻が宮古湾に入港したとの情報は諸君らも聞き及んでいることと思う。我々がこのまま制海権を失うことは蝦夷共和国の敗北を意味する。海軍に策はあるか、荒井君。はっ。海軍としてはアボルタージュすなわち節限攻撃を仕掛け敵の新鋭艦をぶんどる作戦を実行したいと考えております。節限攻撃。万両と高尾で鋼鉄を両脇から挟み撃ちにして一気に白兵隊を乗り込ませ海天が作戦を援護するか。海軍も無茶なこと考えやがる。しかし現状を打開するにはそれぐらいの作戦は必要だろうね。そうだな。失敗は許されねえ。明日からは港で雪原からの白兵訓練だ。やるからには勝つ気で挑むさ。頼りにしてるよ。気楽に言ってくれる。お茶置いておきます。ああすまねえ。どうぞ。そちゃですが。お構いなく雪村くん。土方陸軍奉行並みの故障は優秀だね。こんな子どこで捕まえてきたのさ。勝手に辞令を出して渡航の手配までした誰かに聞いてくれ。羨ましくなってきちゃったな。可愛くて海外しい故障さんなんて文句のつけようがないんじゃないか。いや、あの、まあな。こんな奴が俺のそばにいてくれるんならもう他の故障を置く気にはならねえよ。まさか土方君がそこまで言うなんてね。僕も彼女みたいなお嫁さんが欲しいよ。悪いが他を当たってくれ。こいつは俺のだ。手放すわけねえだろう。これじゃあんまり長居すると怒られそうだね。たく、あの人は冷やかしに来たのか。土方さんを心配して見に来たに決まってます。分かってるよ。分かっててもちっとも休んでくださらないんですね。そうでもねえだろう。昨夜も遅くまでお部屋の明かりがついていましたけど。消し忘れだ。もうそれが本当か嘘かくらいずっとそばにいるんですから分かります。かなわねえなお前には。いや、お前らにはか。お前がここにいてくれてよかったと思ってる。てめえの命をかけることに迷いはねえが、かける場所を間違えちゃいけねえ。そう思うようになった。だとしたら、私の存在に意味があるのなら、こんなに嬉しいことはありません。なんだあの船は。米国の汽船のようです。お白衛戦闘用意。雪原と同時に切り込むぞ。いら通り川失敗。敵艦。どうした。敵襲。敵襲です。お敵襲。敵襲。行くぞ。続けー。
後に都湾海戦と呼ばれるその奇襲攻撃は、函館出港の翌日に実行艦隊を襲った暴風雨により戦艦3隻のうち都湾に到着できた機関回転のみで決行された。それでも土方さんたちは決死の覚悟で戦闘を続けた。撃て！降下艦長！しかし敵艦隊8隻を相手に回転1隻で作戦を遂行するには限界があり、艦長降下言語の戦死をもってやむなく撤退するに至った。なんだ、退却退却、戻れ、退却だ。クソったね。この戦闘で戦死した者24名、負傷者13名。開始からわずか四半時で都湾海戦は旧幕府軍の惨敗で幕を下ろしたのだった。おとといの嵐で万両と高尾が操舵不能となったのは誤算だったが、お前たちはよくやった。すみません、我々が非力なばかりに作戦を成功できず無念です。函館は直戦場になる。お前は。私は離れませんから。私は最後まで土方さんと共にいます。なきゃならねえものがある。たとえ鬼にだろうと負けられねえんだよ。土方さん、見えますか、みんなの掲げる誠。
元の旗が。明治2年4月、雪解けを待っていた新政府軍はついに蝦夷に姿を現した。撃てー。乙部に上陸した敵を迎え撃つため、旧幕府軍は函館の南西松前口に陸軍奉行の大鳥さん、北西の二股口に陸軍奉行並みの土方さんを司令官として布陣させた。いいか、ここが正念場だ。銃弾は余るほど用意した。無駄弾になっても構わん。戦闘になったら撃ちまくれ。ただ命だけは無駄にするなよ。はい。戦が終わったらたらふく酒を飲ませてやるからな。そのためにも気張ってくれよ。おお。なんか貴様、敵所か。大獄か。おはん、風間じゃなかか。黒だか。ちょうどいい。俺を蝦夷まで乗せていけ。黒田さんもよかですか。かもな。おはんたっか束になってん、かなわん相手じゃ。勢いに大じけづいてやがったぜ。滝川、何勝手なことしてやがる。ヒヤヒヤさせやがって。だがよくやった。土方さんならしっかり援護してくれると思ったもんで。こいつ調子に乗るなよ。連戦連勝ですね。やりましたね。この二股の陣形は難攻不落です。陸軍奉行がおられる限り我らに負けはないですよ。土方さん、本部から伝令の方が見えています。千鶴。はい。撤退準備をしろ。え、撤退準備ですか。大鳥さんたちの松前口が突破された。ここは無傷だが、退路を断たれちまったら函館に戻れなくなるからな。そうですか。せっかく皆さん頑張ってらしたのに残念ですね。土方さん。しっかりしてください。土方さん大丈夫ですか。俺の体もそろそろガタが来てるようだな。せめてもう少し持ちこたえてくれるといいんだが。そんなこと言わないでください。
もう少しだなんて。飲んでください。お願いします。私は大丈夫ですから。すまねえな。明治2年5月1日、二股口から五稜郭に帰陣した土方さんは弁天台場を訪れ、大鳥さんや島田さん、新選組大使たちと再会した。お久しぶりです、土方局長。おう島田か、無事で何よりだ。土方君、松前口が落とされてしまったのは僕の力が及ばなかったからだ。すまない。あれは兵を分散させたのが悪かったんだ。大鳥さんのせいじゃねえよ。そういや、三国隊という部隊が新しく加わったそうだな。まだ俺たちを見捨てない奴らもいるってことだろ。土方君、ここで弱音を吐いても始まらねえ。そいつらにも加わってもらって、台場と五稜郭に戦力を集中させるべきだろう。そうだね。弁天台場、我々にお任せください。新選組の掲げた誠の志がある限り、俺たちは土方局長と共に戦い続けます。バカ言ってるんじゃねえよ。台場の指揮官は大鳥さんだってことを忘れるな。それはもちろんですが。いや、今回は僕も誠の旗を掲げるよ。それなら何の問題もないだろ。新選組の旗と共に戦えば、僕らの信じる武士の志は折れずに戦い続けることができる気がするからね。陸軍奉行が縁起を担ぐのか。しっかりしてくれよ大鳥さん。弁天台場を頼む。なんだ。シェイクハンドだよ、知らないのかい。雪村君。島田さん。いや、元気そうでよかった。島田さんも。それにしても、かつての鬼の副長があんなにみんなに慕われて、土方さんも変わりましたね。日ごとに緊張が増す中、明治2年5月7日、海戦が勃発した。新政府軍の軍艦が函館湾に突入し、旧幕府軍の軍艦は前線するものの劣勢に立たされ、もはや陸軍にかけるしかなかった。3日後の5月10日、旧幕府軍兵士たちは武蔵野楼にて別れの杯を交わした。お茶、ここに置いておきますね。仕掛けてくるなら明日だろうな。はい。千鶴、本当にお前。私は土方さんのそばにいます。いさせてください。女に言わせてばかりじゃカッコつかねえな。俺が誰より守りたいのはお前だ。俺はお前に惚れてるんだろう。新選組を率いる務めさえ終えれば死んでも構わないと思っていたが、生きたいと思う理由ができた。よかった、生きたいと思ってくれて。本当に。お前はこれからも俺のそばにいろ。逃げようとしても離さねえから、覚悟しとけ。
翌5月11日、まだ夜も明けきらぬ中、函館の町は新政府軍から総攻撃を受けた。弁天台場に立てこもった大鳥さんや島田さん、新選組大使たちは背後から攻め込まれ、完全に孤立した。馬を用意しろ。はっ。俺は弁天台場の援護に向かう。千鶴、お前も来るな。はい。敵襲、構え。さあ、どけ。追撃を受けると面倒だ。ここから離れろ、千鶴。わかりました。土方さん、敵の気配はありませんし、少しの間ならここで休めそうです。今のうちに止血だけでも。頼む。土方さん、動けるまでに回復したら一度五稜郭に退きましょう。土方さん、土方さん、聞こえてますか？ああ、聞こえてる。大丈夫です。島田さんたちならそう簡単にやられたりしません。ちゃんと待っていてくれると思います。当たり前だ。新選組の名は伊達じゃねえさ。土方さん、土方さん、聞こえてますか？土方さん！わめくな、聞こえてる。どうしよう、どうしよう。このままじゃ土方さんが。私が絶対死なせはしない。お願い、生きて、土方さん。土方さん。土方さん。また自分を傷つけたのか。すぐに治ります。そういう問題じゃねえんだよ。誰が好き好んでてめえの惚れた女に痛い思いを味わわせたいもんか。少しは察しやがれ。私だって愛する人の苦しむ姿なんて見たくありません。うるせえ。じきにここも気づかれる。裏手から五稜郭に戻るぞ。桜が似合うな。え、そうですか。私は土方さんこそ似合うと思いますよ。初めて京の都で会ったあの日、舞い散る雪を背にした土方さんが季節外れの桜のように見えました。来年も一緒に見ましょうね。
生きていたのだな。風間さん、全ての決着をつけに来た。俺の誇りにかけてこの禍根を消し去る。まさか本当に蝦夷まで来るとはな。俺が死んでたらとんだ無駄足じゃねえか。やめてください。土方さんは深手を追ってるんです。お前は黙って見ていろ。でも全てを投げ打って挑んでくる奴がいるなら、誠の武士としては応えるべきだろう。それはこれ以上奴に関わると俺も鬼の道を踏み外すことになるらしい。土方さん、俺が信じた者のために戦う。生きるために必ず勝ってみせる。わかりました。生きるためにか。力を使うほどに己の寿命を縮める羅刹など所詮まがいものだ。純血の鬼とは格が違う。貴様らは散りゆく定めにある。生き急ぐ様はまるで桜のようだ。生き急いでるわけじゃねえよ。ただ必要とされるものが多かっただけだ。新選組が理想とする武士の道は険しいんでな。ふん。我慢ならねえ。腰抜けの幕府も邪魔くせえてめえら鬼もまがいものだと。それが一体どうした。俺たちは今までも散々武士のまがいものとして扱われてきたんじゃねえか。だけどな、何があっても信念だけは曲げねえ。まがいものだろうが何だろうが貫きゃ誠になるはずだ。羅刹の俺がお前を倒せば、俺たちは本物になれるってこったろ。羅刹というまがいものの名は貴様の生き様にふさわしくないようだな。貴様はもはや一人の鬼だ。鬼としての名をくれてやろう。白鸚鬼だ。鬼として認められるために戦ってきたわけじゃねえんだがな。もう長くは遊べねえが、それでいいだろう。無論だ。一撃で仕留めてくれよ。
あなたのことは認めていましたよ。最後に少しは役に立ったかな。俺、合図に残った俺が誠の旗を掲げることを許可してください。だから土方さんのことは君に任せたよ、千鶴ちゃん。なあトシ、そろそろ楽にさせてくれ。こんな時こそ笑えよ。大丈夫だ、お前のことはあの人が守ってくれる。俺は近藤さんとか土方さんみたいに侍になりてえって思ったわけじゃねえからさ。何しているんですか副長。あなたは頭で、俺たちは手足のはずでしょう。トシさんに伝えてくれ。力不足で申し訳ない。最後の夢を見させてくれて感謝してもしきれないとね。おはよう。昨夜はよく眠れた？父上を探してはるばる江戸から。大変だったな。土方さん、土方さん、見えますか？みんなの掲げる誠の旗が。不定老師の情報をつかんだって言うから張り切ってきたのに、何もないなんてつまんないよね、はじめくん。斉藤さんと歩かれるとき、いつも沖田さん右側ですよね。うん、激権師範筆頭の一番組組長も三番組の斉藤さんには一目置いてるってことですかね。いや、あれはだな。組長、新選組沖田総司か。だとしたら何か僕に用？以後勤皇と宮部先生に敵ば取らせてもらう。へえ、覚えてないな。誰だっけそれ。プシュー、なめくさりよて、やれ。どこへ向かう誠の船、熱き心流れの川に逆らうように、あなたがひたぶるただ進むのなら、ついて行きたい先が見えずとも、遥か激流の果てを信じながら、向かう青き船よ、見えない明日
どうしたのだ。ずいぶん派手につけてくれちゃったと思ってさ。こんなの千鶴ちゃんに見せられないよね。そうだな。これで風邪ひいたら土方さんのせいだよね。うん。だって千鶴ちゃん連れてきたの土方さんでしょ。ダメ、僕は忙しいんだよ。つまんない。待ってよ、掃除。掃除、えい、これじゃいくら逃げ足の速い僕だって逃げられないよ。やった、捕まえた。捕まえられた。じゃあちょっとだけ遊んでもらおうかな。はいはい。沖田さん、当初で子供たちと遊んでも大丈夫なんですか。うん、皆さん中でお仕事なさっていますし。そうだね、土方さんに見つかったら間違いなく怒られるよね。お兄ちゃんも一緒に遊ぼう。え、お兄ちゃん。どうせ新選組なんて大した仕事してないんだろ。え、そんなことないよ。毎日皆さん今日の街を巡察して悪い人を捕まえたりして大変なんだよ。嘘だ、父ちゃん言ってたぞ。みんな島原通いばっかりして遊んでるって。え、みんなじゃないと思うんだけど。ま、否定できない人たちも中にはいるね。なのになんか威張っててさ、怖い顔の人ばっかりだし。そんな。まあね、土方さんはいつも眉間にしわ寄せて厳しい顔してるし。沖田さん、どっちの味方してるんですか。そうだ、近藤さん。ん、局長の近藤さんはとっても親切だし優しい人なんだよ。近藤誰。あのすごく鈍そうな人。え、なんか頼りなさそう。あ、そうそう、弱そうだよな。そんなことないよ、近藤さんとってもいい人なんだから。ねえ沖田さん。え、もう沖田さんもなんとか言ってください。まあ相手は子供なんだし少し落ち着こうよ、千鶴ちゃん。でも。ねえ掃除、早く遊ぼうよ。遊ぼう。そうだね、じゃあおいで。行くよ、高い高い。すごいすごい。いつもと違う高さってそれだけで面白いよね。うん。でももういいよ、下ろして。なんで？楽しいだろ？掃除。うん？おろして。沖田さん？掃除？おろしてよ。どうしたの？そんなに泣くほど喜ばなくてもいいのに。沖田さん、やめてください。なんで。だって怖がってるじゃないですか。下ろしてあげてください、お願いします。やれやれ、せっかく楽しく遊んでいたのにな。沖田さん、どうしてあんなこと。あの子たちと仲良しだったんじゃないんですか。近藤さんをバカにしたからだよ。でもこれでもうあの子たちは僕の近くには来ないだろうね。
沖田さん、もしかして病気のこと？さてと、巡察に行くよ、千鶴ちゃん。さっさと準備しないと置いてくよ。あ、はい。どうですか？これですよ。千鶴ちゃん、おせんちゃん、うん、偶然ね、巡察中だったの？うん。千鶴ちゃん、誰だい？あの、おせんと申します。千鶴ちゃんとはお団子仲間なのよね。うん。ふーん、今日の都に君の知り合いがいたとは知らなかった。ちょうどよかったわ。これから豚書を訪ねるところだったの。え？実は知り合いの芸妓さんから聞いたんだけど、最近見慣れない老子の人たちが頻繁に炭屋を利用していて、新選組の豚書を襲うとか物騒な相談をしているっていうのよ。え？それはまた随分面白そうな話だけど、なんでそんなこと君がわざわざ教えてくれるのかな？それはもちろん千鶴ちゃんが心配だからに決まってるじゃない。ありがとう、おせんちゃん。うん、ふん、そう。でもだからといって露骨に新選組が島原に張り込むってわけにもいかないしね。そうだ、君少し僕らの役に立ちたくない？え？ほら、夏に炭屋に行った時結構上手に芸妓に化けてたでしょ。え？そうなの？ああ、いや、そんなんじゃ。私も見てみたいな、千鶴ちゃんの芸妓さん姿。似合いそうだよね。綺麗だろうな、見たいな。いや、でも本当に。だって、どうする？それで、千鶴ちゃんがやってみるって言ってくれてるんですけどね。ね、千鶴ちゃん。はい。なるほど、話は大体分かった。で、都市はどう思う？俺も島原で不穏な動きがあるとは聞いているが、場所柄御用改めも難しくてどうしたものかとは思っていたんだがな。そうか、ならばこの機会に探ってみたくはあるが、よし、みんなを集めよう。じゃあみんな頼んだぞ。おう。千鶴、頑張れよ。何かあったらすぐ飛んでってやるからな。俺もだ。はい。ちょっと、なんかってなんだよ、佐野さん、新発さん。平助、おめえしつこいぞ。あんまり心配すると千鶴も逆に不安になるだろうが。でもさ。大丈夫だ、斉藤と山崎もついてるんだしな。あ、斉藤。ああ。そうだけど、千鶴、本当に無理しなくてもいいんだぞ。ありがとう、平助くん。いいんじゃない、ここに残りさせられるより。よっぽど楽しそうだし、心配性の誰かさんのおかげで僕は豚書待機とかつまらなさすぎなんですけど。ソウジ、文句があるのならさっさと風邪を治せ。今朝も部屋で咳してただろうが。はいはい、いいですね、土方さんは風邪もひかないんでしょ。羨ましいな。バカは風邪をひかねえと言いたいのか。さあ、まあ風邪は万病のもとだからな。この際しっかり治してくれよ、掃除。そうですね。じゃあ千鶴ちゃん、僕の分まで楽しんできてね。はい。千鶴、気をつけてな。なんだか娘を嫁に出す気分だな。娘より妹くらいにしとかねえか。僕は戦場へと向かう大使を見送る気分だけどね。ああ、千鶴ちゃん、もう二度と会えないかもしれないんだね。ってやめろよ、掃除、縁起でもないだろ。さてと、僕は何して時間潰すかな。
俺たちも準備するか。おう、エースケ、おめえも早くしろよ。ちょっと待ってよ。ほら、置いてくぞ。サノさん。僕は君といつまで一緒にいられるのかな。足は大丈夫か。はい。ごちそうさまでした。ちょっと待て、掃除。勘違いするなよ。千鶴ちゃん、聞いたよ。あの日大活躍だったんだってね。島原の客たちがみんなうっとり見とれてたっていうし。そんなことありません。いや、あるある。可愛かったよな、千鶴ちゃんは。最高にな、斉藤。おう、やめてくださいよ、斉藤さんまで。もうしかし、山崎がまさかあんなことをするとはな。何、はじめくん、あんなことって。あ、聞いたよ聞いた。これだろ、畳イワシ。新八にしてはうまいな。あ、俺にしてはってのは余計だ。僕全然わかんないんだけど。いいよ、帰ったら直接本人に聞くから。千鶴ちゃんも遠慮しないで、うまいもんいっぱい食べろよ。あ、はい。そうそう、新八さんのおごりだからね。俺の？まあいいけどよ。こんな時に限って。斉藤。大丈夫だ、任せろ。任せた。しかし今年の冬は島原での飲みが続くな。正月は伊藤さんに誘われてるしな。あ、何それ、僕は誘われてないけど。そりゃ掃除はすぐ切るって言うからな。ふん、ま、切っちゃうけどね。ごちそうさまでした。本当にいいんですか？いいっていいってな、斉藤。よし、じゃあもう一軒行くぞ。たまには千鶴ちゃんに美味しいものを食べさせたいんだとか言ってたけど、結局新八さんが飲みたいだけだよね。いいじゃねえか、楽しく酒が飲めるってことは幸せなことだぞ。おら貴様、ぶつかっといて謝らんか。ああ、すまん、悪かったな。ちょっと待て、ちゃんと謝らんか。なんだよ、ちゃんと謝ったじゃねえか。俺の筋肉が素晴らしすぎて肩が当たっちまっただけだろうが。何が素晴らしい筋肉だ、大したことないな。なんだと？なんだ、やるのか。行くよ、千鶴ちゃん。はい。でも長倉さんが。大丈夫だよ、新八さんは。大丈夫じゃないみたいですけど。平気平気、あれは新八さんのお楽しみみたいなもんだから。でも、いい気になってんじゃねえぞてめえら。そうじゃ、俺は新八を連れて帰る。雪村を頼む。はいはい、千鶴ちゃん行くよ。あ、はい。沖田さん、長倉さんは本当に大丈夫でしょうか。大丈夫だよ、はじめくんもついてるし、
いつものことだから。そうなんですか。平助や佐野さんがいなかっただけ可愛いもんさ。え、あの3人が一緒だったらもっと大騒ぎになってるよ。起きたぞ。大丈夫、すぐ収まるから。なんてね、大丈夫だよ。ひどいです、沖田さん、こんなこと。もうやめてください。千鶴ちゃん、待ってよ。待ちません。千鶴ちゃん、そんなに急いで歩いてるとせっかくの綺麗なものを見逃しちゃうよ。雪ね、綺麗。このまま降り続いて、全て覆い尽くして、何もかも真っ白になって、生まれ変わったみたいになればいいのにね。ソジ、いいか。近藤さん、千鶴ちゃんまでどうしたんですか。いや、都市から聞いたんだが、あんまり食欲がないらしいから、雪村君に頼んでおじやを作ってもらったんだ。また誰かさんは心配性だから、大げさなんですよ。ま、そう言わずに食ってみろ。うまいぞ。ほら。ありがとうございます。あ、ネギ。それは近藤さんがご自分で切ってくださったんですよ。え、そう、ネギは風に効くというからな。そうですね、じゃあいただきます。どうだ。うん、美味しい。そうか。うん。ごちそうさま。はい、あの、よろしかったらまた私いつでも作りますから。ありがとう。君がいてくれてよかったよ、千鶴ちゃん。沖田さん。でも、もうネギは勘弁してね。え、お嫌いなんですか。近藤さんには内緒だよ。しずるちゃん、行くよ。あ、待ってください。僕はまだ戦える。踊り疲れ眠る空、やがて朽ちる桜木の舞い落ちる花びらの行方たどれば、人の定めも儚き夢。まぶたの裏に宿る愛しき守りたくて。
お嬢様、ここは俺に任せてお逃げください。それ以上無礼な振る舞いをしたらただでは済まさんぞ。俺はこの炭屋の用心棒だからな。用心棒？斉藤さん、すまない、今は巡察中だったな。すごく嬉しそうな顔していらっしゃいました。いい刀でもありましたか？備前長船兼光。刀といえば備前刀、備前刀といえば長船という言葉もあるほど、備前には優秀な刀工が多い。中でもこれは相当腕の立つ刀工によるものだろう。優秀な刀工といえば、備前に勝るとも劣らず評価されているのは山城殿の粟田口派と国家を祖とする来派があり、また総集殿では新東郷国光の門人である五郎入道政宗が二絵を強調した作風の完成者と言われている、うん、どうした？笑われるようなことを言ったつもりはないが、もしや今の講釈に誤りでもあった？いえ、そういうわけじゃ。では何故笑っていたのだ？あの斉藤さんって本当に刀がお好きなんだなと思って。刀身そのものはもちろんのこと、そこに込められた意味に引きつけられるのだ。意味ですか？刀の使い道は相手の命を奪うこと、ただそれだけ。単純にして明快なあり方に。どこへ向かう誠の船、熱き心流れの川に逆らうように、あなたがひたぶるただ進むのなら、ついて行きたい先が見えずとも、遥か激流の果てを信じながら、ダメだって。千鶴が島原で内定するなんて危険すぎるって。私、皆さんのお役に立ちたいんです。だがな、その浪士たちっていうのは長州か？どうかな。俺は反対だ。万が一のことがあったらどうする？土方君、では何か考えがあるのですか？観察型を出すとか他に方法はあるだろう。時間をかけられるならそれもありうるでしょう。しかし今は急を要する話です。雪村君の内定が最善の策だと思いますが。芸妓姿で浪士たちの話に聞き耳を立てるぐらいなら千鶴ちゃんにだってできるよね。はい。ま、
よっぽどヘマやらねえ限りはバレねえだろ、うん、あん時の千鶴は本物の芸妓って言っていいぐらい似合ってたしな。ああまたあの島原一のべっぴんさんが拝めるさ、嬉しいね。そんなことは。副長、俺と山崎が炭屋に詰め雪村を護衛します。お任せを。そうしてくれるか。はい。よし、何かあったら豚書まで使いをよこしてくれ。すぐに大使を向かわせる。雪村君、面倒かけるが頼んだぞ。はい。安心しな、俺たちも巡察が終わったらすぐ島原へ向かうからよ。おう、局長公認で飲めるしな。本当に大丈夫かな。相手は島原の立ちの悪い酔っ払いだぞ。そんな奴に釈したり媚び売ったり触られたり。ああ、どすな。千鶴ちゃんすっごく綺麗。やっぱりこの着物にして正解だったわ。あんなむさ苦しい男女帯にいるなんてなんだかもったいないわ。そんな、それにしてもお二人がまさか知り合いだったなんて。あの、お客さんにつくときはどうすれば。芸妓さんって舞とかお三味線ができなきゃいけないんじゃ。お酌だけで結構どすえ。そうですか。大丈夫、それだけ美人なんだから自信持って。山崎、いるか。はい。少しでも不穏な動きがあれば。分かっています。時流を読めぬ幕府の犬め。新選組など恐れるに足らん。奴らにいずれメリモノ見せてくれら。何か妙案でも終わりかな。やっぱりこの人たち豚書を襲う気なんだ。どうした。いえ邪魔な新選組の連中がいなくなれば時流は大きく尊王攘夷へと傾く。もし成功した暁にはこの俺は功労者となって高く評価されるだろう。時にお前もう贔屓の旦那はいるのか。え、あ、いえ。どうだ、俺の目掛けになるのなら今のうちだぞ。え、いえ、そんな。うゆういしいの。あの、お調子が空に。おかわり持ってきますね。うん。おい、またぬか。来ないでください。お、これはもしや、いやよいやよも好きのうちというやつか。どうした、もう逃げんのか。山崎さん、なんだてめえ、妙な格好しやがって。何者だ。俺は見ての通り忍者だ。忍者。忍者だと。さては俺たちの会合を見張ってたのか。違う、雨の日も風の日も可愛らしいお嬢様を陰ながらお守りする忍者だ。お嬢様。助けを求める声を聞きつけて参った。貴様、うちのお嬢様に何をする。あの山崎さん、話を合わせてくれ。我々の正体を知られるとまずい。わけのわからんこと抜かしやがって。さっさとその女こっちに渡せ。お嬢さん、こちらへ。この忍者山崎、命に代えてもあなたをお守りいたします。はい。
どこ行きやがった。言っちゃうべ、出てこっか。執念深いやつだ。どこだ。山崎さん、私のことはいいですから、山崎さんだけでも逃げて。何をおっしゃるんです、お嬢様。この山崎があなたを見捨てて逃げるなどできるはずがありません。ここにおったか。さあこっちへ来い。茶番は終わりだ。山崎龍、インポ畳み返し。忍者だと。ここだ。くせ者め。お嬢様、ここは俺に任せてお逃げください。早く。はい。なんだ。さっきの稽古じゃねえか。どうして。逃げることはないではないか。さあ戻るぞ。ちょっと離してください。そこまでにしておけ。斉藤さん、それ以上無礼な振る舞いをしたらただでは済まさんぞ。なんで貴様は。てめえには関係ねえだろ。すっかんでる。あいにく無関係では。俺はこの炭屋の用心棒だからな。用心棒。ここに呼ばれた芸妓をプラチナ客から守るのが役目だ。雪村なのだな。そうですよ。間近で顔を見たのは初めてだ。まさかここまで見違えるとは。あんたがこのような格好をしているのはあくまでもタイムのため。もしかするとあんた自身は内心そのいでたちを不本意だと思っているかもしれんが、しかしそれでもやはり悔いを残さぬためには今告げておくべきだろう。おい、こっち向きやがれ。俺を無視して二人の世界作ってんじゃねえ。てめえバカにしやがって。斉藤さん、今はそれどころではない。雪村、あんたに伝えなければならないことがある。聞いてくれるな。あの、よくもやりやがったな。すまない。あんたのその姿を今宵で見納めと思うとどうも緊張してしまって。あのお話はまた後で伺いますから、今は。いたぞ。こっちだ。いや、今でなければ意味がないのだ。聞いてくれ雪村、すぐに心の準備をする。これはどういうことだ。てめえ一度ならず二度まで。もなんだ貴様たちは。我々は今取り込み中だ。話なら後にしてもらおう。なんだと貴様、愚弄しよって。俺は大切な話を邪魔され著しく気分を害している。手加減はできぬが。どうしても戦うというのならお相手しよう。斉藤さん、本当にすごかったです。いや、別に。
10人以上の老師相手に一歩も引けを取らなかったんですから。そういえば斉藤さん、あの時何か大切な話があるっておっしゃってましたね。あれはその、もしかして芸妓の格好をしてたことについてですか。いや、まあやっぱり似合ってませんでしたか。私童顔ですもんね。それはなかなか難問だ。今とあの時とでは状況も違うし。が、あの時俺が言いたかったのは、あ、そういえばこの間大使さんたちが土方さんがおひげを蓄えたら似合うんじゃないかっておっしゃってたんですよ。でも土方さんにおひげは似合いませんよね。よく似合っていた。え、斉藤さん、ご覧になったことあるんですか。何を言っている。先日島原へ出向いた時、確かにこの目で。土方さん、島原へ行く時はおひげを蓄えていらっしゃるんですか。ちょっと待て、あんたは一体何の話をしているんだ。ですから土方さんにおひげが似合うかどうかって話です。そんなものは目にしたこともないし、あの方に似合うとも思えん。まあ副長がどうしてもしたいというのであれば、あえて反対はせぬが。じゃあさっきの似合うっておっしゃったのは何のことだったんですか。それはもういい、済んだ話だ、行くぞ。お、待ってください、斉藤さん。すでに伊藤一派はお戻った大使に声をかけたようです。近いうちに離隊を申し出るんだろうな。この話はタイの中でも知る者はいない。すまない、孤独で長い勤めになると思うが、頼む。心配には及びません。身は離れても俺の心は常にここにあります。決して変わることはありません。待っている、必ず帰ってこい。はい。刀身そのものはもちろんのこと、そこに込められた意味に引きつけられるのだ。意味ですか。刀の使い道は相手の命を奪うこと、ただそれだけ。単純にして明快なあり方に。何の迷いもなく使い手の意のままに動く。俺もそうありたい。あれ、斉藤さん。あんたか。今日は随分早起きなのだな。斉藤さんこそ。お一人で何をしてらっしゃるんです。先ほどまで道場で剣の稽古をしていた。外に出たら雪が積もっているのに気づいたから足を止めてみた、それだけだ。あの、でしたら早く汗を拭わないと体が冷えてしまいますよ。あんたこそ中に戻って火鉢にでも当たっていた方がいいのではないか。冷えは万病のもとというだろう。斉藤さん、雪がお好きなんですか。雪というのは不思議なものだな。え？この風景の中に身を置いていると自分ではない清らかな何かになれるのではないかと、そう錯覚してしまう。中に戻らぬのか。もう少しここにいます。斉藤さんと一緒に雪を見ています。物好きだな、あんたは。あの、斉藤さん。なんだ。せっかくの雪ですし、ただ見てるだけじゃなくて一緒に遊びませんか。遊ぶ？一体何をするというのだ。雪だるまとか鎌倉を作るとか。わらべのようなことを言うのだな。そうですか。私子供っぽいですか。そのようなつもりで言ったわけではない。
気にするな。だが残念ながら雪だるまを作れるほど積もってはいないようだ。そうですよね。じゃあ雪うさぎを作ってみませんか。雪うさぎ、なんだそれは。ご存知ありませんか。私小さい頃雪が降るとよく父様に作ってあげてたんですけど。過分にして聞いたことがない。ちょっと待っててください。いや、わざわざ俺のために手間をかけさせるのも。平気です、すぐできますから。はい、うん、なるほど、これが雪うさぎか。かわいいでしょ。斉藤さんに差し上げます。あ、これをもらってどうしろと。あ、もしかしてこういうのお嫌いですか。いや、手が随分冷えているな。部屋に戻ったら温めておいた方がいい。どうした、頬まで赤くなってきたようだが、霜焼けか。いえ、そういうわけじゃないんですけど。そろそろ中に戻った方が良さそうだな。あんたに風邪でもひかれては副長に何を言われるかわからん。はい。この雪うさぎはありがたく受け取っておく。すぐに溶けてなくなってしまいそうなのは残念だが。でお前はそうモテるんだ。あの人意外と割り切れないからさ。男はな、言い訳しねえもんなんだよ。